高原直宏、高原直宏、高原直宏、1979年6月4日隊は、静岡県三島市出身のサッカー選手、サッカー指導者、サッカークラブ代表者、九州サッカーリーグ、沖縄 SV 所属。ポジションはフォワード。沖縄 SV 株式会社 CEO、元日本代表。血液型は B 型。 海外から日本に復帰した2002年には J リーグ MVP と J リーグ得点王を獲得。2006年には FIFA ワールドカップに出場。静岡県立清水東高等学校を卒業後、1998年にジュビロ岩田に加入し、3月21日の開幕戦、京都戦で途中出場。初出場、初得点を挙げる。2000年、 ベストイレブンに選ばれる。2001年8月にアルゼンチンのボカジュニアーズのオファーを受けて移籍し、6試合で1得点を挙げた。12月にトヨタカップでの外戦帰国が期待されたが、直前でメンバー落ちしてしまい、出場が叶わないなど、必ずしもチーム首脳から、確固たる信頼を得てはいなかった。しかも、2002年初頭、アルゼンチンの経済情勢が悪化し、 通過価値が1週間で半分以下になるなど情勢が混乱したことを理由に、母家から契約解除となった。帰国後、岩谷復帰し2002年の J リーグ開幕を迎えた。2002年、日韓 W 杯直前にエコノミークラス症候群を発症。その後復帰し、J リーグアウォーズで中山正志との名コンビでゴールを量産し、MVP、得点王、26得点。 史上最年少の2冠を獲得。2003年には再び海外での活躍を目指していたこともあり、ドイツブンデスリーガのハンブルガーエス v のオファーを受けて完全一席。1年目で連続無失点記録を継続中だったオリバー・カーン要するバイエル・ミュンヘン相手に得点を決めるなどし、リーグ戦を16試合、先発は12試合3得点で終える。 翌2003から04シーズンは、リーグ戦29試合、先発22試合に出場するも2得点という、結果に終わる。2004から05シーズン、トーマスドルが監督に就任すると、シーズン序盤は、先発から外れるも、第6節のヘルタ・ベルリン戦で2得点を記録し、レギュラーを獲得。リーグ戦31試合、先発は26試合に出場し、 FW 中最多の7得点を挙げた。翌2005から06シーズンは、リーグ戦21試合、先発は6試合、出場1得点で終えた。2006年5月、ドイツ・ブンデスリーガのアイントラハとフランクフルトへ3年契約で移籍。12月3日、アレマニア・アーヘン戦で3得点を挙げ、ブンデスリーガにおける日本人初のハット取りを達成するなど、 1>, 1ヶ月で6得点を挙げる。2007年5月5日のホームのアーヘン戦で得点を決め、自己記録更新中の同リーグシーズン通算得点を11とした。また、欧州主要リーグでの年間2桁得点の達成は、1998から99シーズンに中田秀俊・ペルージャが達成して以来の快挙であった。 この活躍もあってフランクフルトは一部に残留を決める。この年のフランクフルトサポーターが選ぶ MVP にも選出された。2007から08シーズンは膝の怪我でスタートが出遅れ、またフリード・ヘルム・フンケル監督との起用法における対立もあり、出場機会が激減した。代理人であるトーマス・クロートと話し合いをした上で、浦和レッズとコンタクトが取れるかを確認。 浦和側が FW の補強を望んでいたこともあり、遺跡金1億8500万円、年俸1億8000万の3年契約。2008年1月11日に約6年ぶりの J リーグ復帰となる遺跡が決定。しかし、フランクフルトで試合出場機会が減ったことによるコンディション不良、またはせ部誠、小野真嗣の遺跡。 コンテも怪我で出遅れるなどのパサー不足という状況もあり、2008年は合計8得点、リーグ6点、ACL1 点、ナビスコハイ1点に終わり、期待以上の働きをすることはできなかった。2009年は毎シーズン限りで現役を引退した内立秀樹に志願して、背番号7から馴染み深い背番号19に変更した。この年は、キャンプ、 練習試合で好調を維持し、J1 開幕戦、対鹿島アントラーズ戦でスタメン出場を果たしたが、その試合で結果を出すことができず、次戦、対 FC 東京戦からはエジミューソンにスタメンを譲ることとなった。その後しばらくは途中出場が続いたが、ナビスコカップ予選リーグ第5節岩田戦で、シーズン公式戦初得点を記録したのを皮切りに、好調を維持し、 貴重な得点を決めて、勝利に貢献する時期もあったが、徐々にチーム状態が悪化し、さらに自身も不慣れな左右の MF で起用される中で、勢いを失い、スタメンを外れることも多くなっていった。最終的には、合計6得点、リーグ4点、ナビスコ2点という前シーズンを下回る成績で、シーズンを終えた。2010年は開幕前から、 すでに高層外であり海外キャンプにも帯同しなかった。その理由として7月10日の会見で、監督のフォルカー・フィンケより、去年の時点で今回の移籍は決まっており、本来は作東に移籍するはずだったので、高層内の選手だけで練習するのは当然とされた。同年7月23日に、韓国 K リーグのスイバラサムスン・ブルーウィングスに完全移籍した。移籍金は、 約4190万円。年俸は減額となるが差額は、浦和が負担している。水原での期待は大きく、K リーグ最大の人気カードである、対 FC ソウル戦では2得点を決め、とにかく最高。と自身のブログで喜びを爆発させた。シーズン終了後に、自身のブログで、俺はこのチームで自分らしさを取り戻すことができたと思っていますと語った。 2011年、フロント主導で、チーム改革を進める清水エスパルスから、得点王を狙える大砲として、オファーを受け、1年契約プラス1年オプションの年俸2500万、2400万、と報じたメディアもあるで、完移籍した。5月22日 J1 第12節大宮戦で2得点、4カ国、日本、ドイツ、韓国、アルゼンチンリーグ通算100得点を達成。 2012年12月、契約満了のため、清水を退団することが発表された。東京ベルギから J1 昇格受けを委任として、オファーを受け、2013年1月に完全移籍した。リーグ戦では、チーム最多の11ゴールを記録したが、チームは低迷し J1 昇格を逃した。2014年からは、クラブの資金難と、急激な若返り策が影響し、 開幕から出場機会に恵まれず3試合連続でベンチ外となった。同年3月21日、このまま東京部員に残っていてもプレーする機会はもらえない。試合に絡めないとわかっているのにその場にいるのは自分にもチームにも良くないと、J3 へ昇格した SC 相模原へ期限付き遺跡、2015年1月31日まで遺跡後初先発した。 ブラウブリッツ秋田戦で J3 初得点を記録。2015年1月19日に完全移籍し、2015年度のキャプテンに就任。同年5月24日に行われた YSCC 横浜戦では、プロ生活初となる無回転 FK 弾を決めた。11月30日、契約満了による対談が発表された。2016年に創設し、 自身が代表を務める沖縄 SV でプレー、代表兼監督兼選手を務める。第52回全国社会人サッカー選手権大会に出場したが1回戦で敗れた。各年代で日本代表に選出され、1994年には U-16 代表としてアジア選手権に出場。 1999フィーファワールドユース選手権で3得点を上げ準優勝。2000年のシドニー五輪では3得点を上げ GL 突破。フル代表では2000年アジアカップに出場し優勝。2002年、日韓 W 杯直前にエコノミークラス症候群を発症し落選。この出来事はワールドカップ入りが確実であっただけに、 日本のファンが失望したほどの大きいアクシデントとも言えた。2006年、ドイツ W 杯アジア一次予選に FW 中裁多出場で、シンガポール戦で一得点を挙げる。最終予選は、第3戦まで連続で出場するが、無得点で、その後は、負傷を理由に欠場し、FIFA コンフェデレーションズカップ2 0 0 5にも出場しなかった。ワールドカップ地区予選終了後は、 欧州リーグ所属のため代表招集の機会は限られる中、テストマッチ出場5試合で3得点を挙げ、6月に2006年、ドイツ W 杯のメンバーに選出される。開幕前に行われた強化試合でも地元、ドイツ相手に2得点を挙げる活躍で、エースストライカーとして本大会に臨む形となったが、グループリーグ3試合で無得点に終わった。2007年3月24日、 キリンチャレンジカップ、ペルー戦で代表に復帰し、オシムジャパン体制で初得点を挙げる。試合は2から0で勝利。アジアカップでは4得点を挙げ、アジアカップにおいて日本人初の得点王に輝く。その後、岡田ジャパン体制になってからは代表に呼ばれなくなった。左右両足から放たれる、シュート、高さのある、ヘディング、相手ディフェンダーをかわしてシュートする。 突破力など、求められる要素をすべて持つ万能型フォワード。コールスパンイコールコールスパンイコール2コールスパンイコールコールスパンイコール日コールスパンイコール コールスパンイコール2916、1、コールスパンイコール2、コールスパンイコール26135、25、コールスパンイコール2264731124、コールスパンイコール2、コールスパンイコール224488、152291323、7 5 3九9 7 0その他の公式戦、通算、 コールスパニイコールに u e f a 通算。コールスパニイコールに a f c その他の公式戦通算。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。